こんにちは、ピストルシャイニーです。今日はですね、10月に入りましたので、パンプキンをね、パンプ解禁にさせていただいたんで。あ、パンプ解禁したんですか。パンプ解禁しました。はい、なので今日はね、かぼちゃを使った料理をね、紹介していきたいと思います。そういうことですね。そういうことです、はい。一つはかぼちゃのね、スープで、もう一つがかぼちゃまんじゅうっていうね、よくわからないものです。お、美味しそうじゃないですか。でも、はい、おやつですね。そういう感覚でね、ご覧いただければと思います。わかりました、はい。で、まずね、材料はもうかぼちゃね、なんといっても、はい、なんといってもかぼちゃ。かぼちゃで、スープにはね、ちょっとね、コクを出すためにカシューナッツ使います。まんじゅうにレーズン、これでまた発酵させたりしますと。まずね、あのかぼちゃの皮をね、カチカチの状態で落とすと危険だと思うんですよ、はい、経験上。なんで、まあ、お子さんとかいる人でね、一緒にご飯作る人なんかは、先に火入れてから、まあ黄色い部分だけくり抜いて使った方が安全ちゃうんです。安全ですね、はい、なんで、ちょっとまあ真似していただけると思います。まあここはちょっと落としてもらって、これもね、怖いから。危ないですよね。あ、危ないから、ちょっとこうやって包丁入れたら手で割った方がいいっす。ね、はい、このように一回入れます、はい、入れて、で、はい、ちょっとね、結局どっちも少し甘さいるんで、はい、ちょっとリンゴジュースにちょろちょろっとこうつけてね、ちょろちょろっと湿らして、電子レンジ700W10 分、はい、大体700W10 分やるとどんな人間でも大体柔らかくなってくれるんで、ね、これでまあ少し放置してる間に生地作ります。今日はね、この 100g、 これはね、2でいいです。 2g で、砂糖は5グラムから8グラムぐらいの間で、はい、あ、先生大丈夫ですか。あ、そうだな。うん、甘い。お湯ね、最後40ぐらいから湯すぎて出ていこうと思います。はい、いきます。はい、40ね、ちょっとしっかり測ってください。ここはこんなもん、ちょっとでしょ、本当に。はい、で、これね、こういうなんか包む系の生地はね、ちょっと固めの方がやっぱいいかなと思っています。あまりにも硬ければ、ちょっと足していくようなイメージ、均等に最初こうやるわけですよ。均等にこうやった時に、まあ、大体これだとね、水分やっぱ若干少ないんで、ちょっとこんなぐらい、ちょっとずつ入れて、ちょっと柔らかくなってくるんで、そしたらやっぱこねられるんで、ね、もうちょいですかね。やめりすぎた。あ、もうこんなもんですね。まあ、こんなもんですかね。ちょっとやっぱ油をね、塗ってあげると、後で生地も扱いやすくなるので、塗っておきます。はい、この状態で1次発酵。こういったね、ちょっと深いやつ、はい、これにお湯入れて、これでもうあと蓋してます。ちょっと待ちょうで。はい、でまだね、電子レンジが今あと3分ぐらいあるんですけど、その間にちょっとナッツの方ね、入りたいと思います。これをね、いってあげるとちょっと香ばしい感じが出てくるので、味が変わってきますので。あ、そうなんですか。これちょっと言いましょう。香りがいいので、今日はちょっと手間をかけてやりたいと思います。はい、はい、じゃあかぼちゃがね、ピリになったんで、ちょっと様子見ね。でいつもよりいっぱい入れてるから、まあ硬いかもしれないんで。わー、うん、いいよ、ホクホクだ。うん、あ、いいっすね、こんなもんですね。そしたら2分の1はスープに使うので、スープ、はい、そのまま入れちゃいましょう。ここで皮を取るんですね。そうそうそう、柔らかい状態で取った方が全然包丁も入るんで、はい、こうやってね、こう、まあ、ちょっと入ってもいい感じですか。まあ若干やっぱりその苦手な人も結構いるんで、あとやっぱ色だよね、真っ黄色には仕上がらないですもんね。そうそうそう、もちろん自分は食べますけど、これはまあスープにはちょっと入れないです今日は。はい、かぼちゃでね、手切ったなんて話結構聞きますからね。いやー、もう結構多いんですよ、はい、で結局こういう風に切らなきゃいけないんで、今自分がやってることを生の状態でやると本当危ないんで、はい、こういう状態でやった方がいいですね。はい、じゃあこのようにね、なるべく黄色いところだけ入れまして、これは牛乳ね、半分ぐらいですかね。あんまり入れるとね、かぼちゃのあれは良さがね、良さがあるでしょうね、はい、で、さっき言っといたやつね。そうか、ナッツも根っこに入るんですね。こんなもんでいいね。はい、ナッツ甘くしたい場合、砂糖を入れるっていう手もあるんですけど、塩を入れても甘くなるんで、はい、ちょっとだけ塩入れましょう。まあ俺はバイタミックスでやりますけど、ミキサーでもね、かぼちゃは割と柔らかいんでいけます。はい、これだとね、まあ、ペーストなんだよね。だから硬さ見ながら入れた方がいいですね、この辺から。あ、本当だ、これはこれでうまそう。これはうまいんだけどね、ペーストになっちゃうんだよ、これ。あ、スープですからね。スープだからちょっとね、
伸ばしていきましょうか。いいんじゃないですかね。色がほら、これがベストですかね。で、これを最後フライパンで温め直したら終わりです。あ、さらに温めるんですよ。ただね、こういう状態だから、ね、猫いましたね、今。ちょっと引っ越しですか。ちょっとまあこういう時はね、優先順位できそうなやつから、ね、いやーしかしこれめちゃくちゃいい匂いするございます。ナッツ入っただけでも多分びっくりするよ、うまいぞ。あ、そうですか、うん、ちょっと弱火でね、まだ時間をかけてここから温めていきたいと思います。はい、はい、かぼちゃあん作りね。かぼちゃあん、はい、かぼちゃのあんを作りますと、はい、やっぱりね、これすごくいいです。はい、これ使います。もう本当にね、簡単。これはね、皮ごと入れちゃう。バターをね、ちょっと入れるわけですよ。コクが出るんですよね。はい、これはちょっとバター隠し味、レーズンね。これも回しちゃいます、これは。レーズンも一緒にですか。結構固めのあんなんで、ここで混ぜておかないと甘さも出てくるんで、自然なね。で、これで回しておきますか。で、ちょっと塩ね、さっき言ったみたいに甘くするために少し塩入れて、ちょっと潰しながら。で、こうじゃん。やっぱり重いんだよ。重い、うん、だから、はい、こういう時に牛乳ね、伸ばしてあげる。少し伸ばしてあげると、はい、完成しちゃったね。しちゃいましたね。完成しちゃったね。うわー、濃厚だな、これ。濃厚ですね、本当、すごい。これは相当パンプしてんな。パンプしてんな、これ。パンプ関係あるんですか。パンプ関係あるでしょ。本当ですか。かぼちゃサラダの、ここまでほぼ。あ、そうですね、うん、このまま食べても全然サラダですね。このまま冷やして食べてもいいよ。じゃあこれ後で包んで蒸していきます。はい、できたぞ。見てみー、これ。うわー、コーンスープと言ってもわからないですね。もうふわふわだよ。どうする、先飲んじゃうか、これ。いや、一緒でいいんじゃないですか。ちょっと保温しておきますね。はい、はい、こちらはね、発酵しております。わ、ほんとだ、うん、ここからね、成形していくわけなんですが、一応1個はね、絶対した方がいいです。いつものやつですね、これは。そう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 、はい、これケチるとね、くっついちゃうんだよ。ケチるっていうか、ケチケチしてらんないですよ。ケチケチはしないと思いますけど。炭酸マグネシウムじゃないけど、スペッ、体操っすか。ちゃんとつけて、ペロンね、はい、ペロンしてました。ペロンして、こんな感じで優しくね。優しいですね。優しく、ソフトタッチで優しくつけてください。いい子だっつって、いい子だぞーって、いじけちゃうからさ、はい、全体的についたら、指がある人は指で。指ある人は、はい、指がある人は指でお願いします、はい、で、丸めましたと。置きました。あ、すごいね、もちもちしてる。いやー、なんかね、伸ばしてあげようねって。さあ、しか使ってねって。はい、はい、これですね。ここで登場するわけですね。これ入りきんないよ、これ。まあ、全部入れる必要ないじゃないですか。入りきんないよ、これ。なんか作りすぎちゃうんだよね、いつもね。まあいいっすよ、こんなもんすよ。まとめてあげたら、ここのね、中心部に向かって1個ずつ包んで、雪見大福のような形でね。パティシエじゃね、俺。パティシエです ね。いや、というか肉まんみたいですけどね。俺にはこれしかできないのよ。どう。はい、ね、あ、まあモンブランみたいかもしれない、うん、はい、ここでもうちょっと発酵させるんで。あ、そうなんですね。これね、俺冷静にやってるけど、めちゃめちゃ今うまくいってテンション上がってるから。テンション上がってるんすか。マジっすか。冷静さうちやってないぞ。冷静装ってますか。冷静装ってるけど今どうですか。やめてくださいよ。どこに興奮感じてるんですか。色だよね、やっぱり。あ、そうなんですか。同じように、これいいな。これいいな、これ。これいいな。いいな、これ。ほら、はい、すげえな。にやけてます、にやけてます。ここで、もう少し発酵させましたら、チンしてどうなっちゃうかっていうことですね。チンするんですね。チンします。もうね、はい、蒸し器とかいろいろやったんだけど、チンでいいよ。しっかり発酵さえさせれば、はい、ふっくらできますんで。わかりました。じゃあ、マジでお願いします。はい。はい、じゃあ最終段階に参りました。ここでチンします。500ワットにしておきましょう。まあ、4分ぐらい、加熱をするっていう感じですね。わかりました。張り付いてます、これ。どんどん腫れてくるから。あ、本当ですか。はい、できました。はい、ありがとうございます。すごい、めっちゃうめえぞ、これ多分。これ完成形。割れちゃったよ、パンプしすぎて。あ、パンプしすぎて割れちゃった。肉割れしました。肉割れしてビルダーと一緒。マジですか。あと、これがスープですよね。これもすごいですね。見た目普通じゃん。はい、飲めばわかるよ、匂いはね、うん、
あんま分かんないですよ。ナッツを入れてどうなるかっていう話です。そっか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 。よろしいですか。どうぞ。はい、いただきます。いただきます。じゃあスープから。はい、はい、うわ、トロトロトロリンジョだこれ。やばいな。すごい、はい。あー、うまっ。うまいでしょ。うん、これなんか濃厚チーズのよう、うん、なんかナッツでしょ、多分ね。ナッツだ。カシューナッツなんだよ、うん、そうですね。これはね、前菜って感じです。そうだね。はい、ナッツがほんとチーズのよう。ちょっといただきます。あ、これうまいな、うん、ナッツいいな。ナッツですね。超濃厚じゃん。うんうん、微妙にこれ、かぼちゃ感残ってるのもいいですね。うん、うん、これは手作りじゃ出せねえな。これもうちょっと甘くして、うん、氷入れたらかぼちゃスムージー。デザートですよ。デザートだ、うん、いや、これやばいな、うん、驚きだよ、これは。10月のピストル社員これ、うん、いいですか、これね。お願いします。ね、やっぱこれすごいのが、うん、お味噌汁とかと一緒でお腹いっぱい。そうなんだよな、うん、これ結構腹いっぱいになりますね。腹いっぱいですもん、これ、うん、確かに。まだあるよ。食べてない。こっちもいいんですよね。前菜ですから、これは。じゃあ、これ半分こしよう。そうしましょう、そうしましょう。でかいですからね、思ってるのね。はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあ、うわぁ、ずし、あっち。ずっしり。おぉ、おぉ、そうそうそう。これはやったなぁ。やりましたね。あらららららら。ちゃ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 。すげぇ。すごい。すごいね、これ。はい。食べて食べて。いただきます。あ、熱いぞ、ごめんな、これ。うん。熱々だ、これ。あー、うまい。うまいでしょ。うん。これ。なんだ、これ。超うまいでしょ。うん。初めて食いましたよ。これなんですよ。レーズン。でしょ？いいでしょ、レーズン。これね、初体験。初めまして。まんじゅうにしちゃうっていうね。まんじゅうというか、うん、か肉まんにやっぱ近いのかな。あ、そう、はい。あ、そうだね、生地がね。はい。ちょ、俺食ったことないんだよ、実は。はい。だいぶ。いっぱい出ちゃいましたけど。出ちゃったね。うん。レーズンいいね。うん。レーズンから甘みをいただいてる感じですね。うん、超うまいっすよ、これ。うまい。おやつ、ね、でも試食としてもいけるかもしれないぐらい。うん、そうだね。かぼちゃまん。うん。形がまんだね。はい。そうですね。あ、すげえうまいですよ、これ。かぼちゃ感がすごい。うんうん。まあ、普通にふかして食ってもうまいけど、はい、一工夫するとね、子供なんかは喜んで食べますからね。はい。先乗りしちゃったよ。パンプ解禁されてるから。10月から。パンプ解禁。うん。肉まんってね、うん、まあ、今コンビニ行ったら手軽に食べられるし、うん、安いし、美味しいけど、中身はやっぱりね、限界ありますから。そうだね。かぼちゃ入ってるの見たことないですよ、うん。中身は自分でチョイスできるっていうか、うん、あとは電子システムしたりとかさ、はい、結構やりようはあるんですよね。うんうんうん。かぼちゃのカロリーなんて高くないですか、ね、高くないし、皮もら 50g ずつの粉だから、はい、そんな多くないよ。はい、あれ、バターは何に使ってるんでしたっけ。バターもちょっとだけ。あ、まあ、バターは。ほんと 20g ぐらいしか、まあ、そうですね。1個食べたらかなり満足。かなり満足で低カロリーっていう感じ。うん、これと合わせてしかも。そう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 。簡単にできると思います。うん、いや、すごい美味しかったです、これは。じゃあね、もう、パンプ、金なんですけど、もう解禁なんでね。皆さんもなんかかぼちゃ料理美味しいの、グラタンとかいろいろあるんで、はい、どんどんやっていきましょう。今日はこの料理を紹介しました。はい。やってみ。